東京総合セキュリティの榎本です。お役に立てるよう精一杯頑張ります。何や殺人事件だよ、これ企業法務しかやらないんだよ。部屋が密室だったから自殺としか考えられないと言うんです。出せなよ。この鍵を開けることは絶対に不可能なんです。ここは完全な密室だったというわけです。密室の謎かなり難問です。あれダメだ、全然分かってない。密室は破れました。鍵のかかった部屋、4月16日月曜夜9時スタート。